けていくという番組です。そして番組の最後にはですね、今週のリクエストショーということでお一人様選ばせていただきまして、このリクエストショーに10回選ばれますと、なんと3万円相当の旅行券もしくは、同じく3万円相当の、ビザの商品券こちらをどちらかを、ね、選んでいただける権利が獲得できるという番組で、うん、そうなんです、はい、なっておりますので、はい、ぜひぜひ皆さん、リクエストをよろしくお願いします。ちなみにですね、今日のテーマは、癒される曲ということで募集しておりますので、はい、よろしくお願いします。ツイキャスの方はそのままですね、ツイキャスにコメントをしてください。そして、ラジオユーストリームでご覧の方はですね、数字で797 @fmginowan.com 数字で797 @fmginowan.com こちらの方までですね、メッセージとリクエスト、はい、あとラジオネームですね。そうですね。リクエストよろしくお願いいたします。サイマル放送もやっております。リスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの場合は無料アプリリスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック FM ギノワンを選曲してくださいということでございます。はい、はい、そしてですね、毎週お届けしております、今週のミュージックバー F の、ライブ情報をお届けします。まず本日、オープンマイク、飛び入りということになっております。はい、なのでですね、うん、先ほどももう2組ね、いらっしゃってましたんで、まだ10時時刻は10時ですからね、まあ、12時ぐらいまでやってますんで、うん、まあ、もしね人前で歌ってみたい、楽器を弾きながら歌ってみたい、うん、そういう方はぜひぜひミュージックバー F の方に足をお運びください。はい、今日はねチャージはもちろんありませんので、ドリンク代だけでいけます。そしてですね、今週の木曜日、はい、比嘉義博木曜定期ライブがなくてが、ね、あるかどうか分かりません。はい、そして、金曜日、はい、伊礼達也ライブ、はい、オープン21時ライブスタート21時30分ライブチャージ500円です。そして、翌日土曜日はひとしライブオープンが、21時ライブスタート21時30分ライブチャージこちらも500円となっております。以上今週のミュージックバー F のライブ情報でした。ちょっとストリーム、この番組は株式会社チュラの光、カーショップ ABS、 上村酒造越蔵、アクアリウム喫茶ジバンシー、アメク訪問介護センター、以上のスポンサーの提供でお送りいたします。さあさあさあ、今日一発目、人生送りバントさん、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。最近ちょっとじゃなくてがっつりしっかりストリームしてますね。ありがとうございます。そして萌歌さん、こんばんは。こんばんは。そしてこの番組だけはなぜか商品が豪華すぎるんだよな。それはすべて総裁のおかげでございます。でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ブルガイさん、こんばんは、いらっしゃいませ。シュプリームさん、関西滝さん、キャンプン、そして、DJ キャンプン、そして総裁、こんばんは。ただいま六本木のクラブナウで1週間で5回目です。すごいな。イヤホンの電池が切れそうで、あと何分聞けるかって。シュプリームさん、マジですか。電池ってことは Bluetooth で聞いたいられるんですね。あ、総裁いらっしゃいました。ありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いいたします。そして正勝宮城さん、こんばんは。今 FM 講座は強烈な5人が揃ってめちゃくちゃに騒いでます。あ、そう、そうなんだ。 FM 講座、強烈な5人、まあ、強烈って言われるとなんかね、なぜかマニーネーランラジオのあの人たちを思い浮かべますけど。本当だね、ちょっと気になりますね。うん、気になりますね。どんな強烈な5人なんですかね。あ、そうですね、コンテニコイン、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんみーだもんね。こんばんみ、うん。そしてすでに、ね、メッセージをいただいてございますじゃない、おります。
ヘアフレッシュ CM ナレーション音楽これ違います。さっきゆきさんが聞こえたですね。これかお、ね、これですね、はい、皆様、ね、あ、今日のテーマは、癒される曲です。よろしくお願いいたします。 BGM もそんな系でいきますか。はい、ちょっとそれ今始まりました、はい、今週のテーマは癒される曲。さあどうでしょう、あなたは癒される曲と言われたら何を思い浮かべますか。私の場合はちょっと違うかもしれない、はい、あ、そうなの、ひまわり、やっぱりサンフラワーでいきますか、うん、ね、切ないし、うん、なんかそういうのが逆に癒されるかもしれない。なんか目を閉じて聴いていられるような感じですね。そうそうそう、ということですね。そして、あ、はい、あ、D も来ましたね、こんばんは。明日から全国的に8月ですね。そうだね、全世界的にでもないか、世界的にではないですね、違うね、うん、時差があるからね、日本全国的に8月でございます、うん、明日からね、うん、確かにそうです。そして大吉さん、こんばんは。こんばんにゃ、いらっしゃいませ、ね、今日のテーマは癒される曲、はい、で募集しております。大吉さんの、 あの写真も癒されるように、大吉さんのですね、この、 あのツイキャス上のね、うん、この、 あのなんていうんですか、なこれなプロフィール写真っていうんですか、うん、とても癒されますね、可愛い子猫でございます。さあ、そしてですね、早速、メッセージいただいておりますので、はい、こちら読ませていただきたいと思います。こんばんは、カンさん、タキさん、キャさん、ラジオネーム、今日も多分おかしな銀のトロンボーンです。こんばんは。こんばんはです。今宵のリクエストテーマは癒し系曲では、聞きたいのは吉川中英さんのブリキの機関車。へー、知らない、聞いたことない、すごいな、うん、ランディ・クロフォードさんの、アルマズスイートラブ、薬師丸ひろ子さんのラバーズコンチェルト、小袋さんのここにしか咲かない花、あー、これもいいですね、 K さんのオンリーヒューマン、ポール・アンカーさんの、You Are My Destiny、 岩崎宏美さんのレモン、まだあるはずだけど思い浮かぶのはとりあえずこれだけということで、いただいてますが、キャンさんいかがでしょう。あのですね、ブリキの機関車を探したところ、はい、申し訳ないんですよ、こちらがなかったので、ランディ・クロフォードさんのアルマズ、はい、こちらを用意させていただきました。はい、それではお聞きください。ピアノはいいよね、やっぱり。マイナー、マイナーコード、最高。ちなみにラバースコンチェルトは自分原曲が好きです。あ、そうなの？原曲好きで自分たまに聴いてます。そうなの？なんかこの曲聴いてたら泣きたくなるけど。でもやっぱり。あります。私はひまわりがいいっていうのと同じで、刹那、うん、が、なんかあの癒されるかもしれないね、人。いいね。今みたいに BGM も全部僕の方で癒し系に変えましょうね、うん、多分リクエストで入らないような効果音系で、よろしくお願いいたします。そして、そのハットは紙で作ってあるんですか。これですか。すごいね、模様があれなんですよ、英字新聞の模様のハットで、ね、これ黒バージョンもあったんですよ。黒バージョンは台風で飛ばされてなくなりました。それショックやね、台風の日に調子乗って、かぶって車開けた瞬間にで、それをかぶって歩いてる人を見つけた瞬間、あーってなる。でもこれすごいもう古いんで、そろそろ限界ですね、ちょっと基盤できてるんで。ただね、似合う人はなかなかいない。あ、ありがとうございます。すごいです、ありがとうございます。新聞ね、高校生ぐらいの時によく使ってましたね。わざわざ紀ノ国屋に買いに行って、あのプレゼントを包むとき、ああそうですよね、そうああいうの結構いいですよね、うん、なんて書いてあるか全然わかんないんだけど、ね、はい、柄がおしゃれになりますからね。そうえ、癒される曲、西浦哲夫、時、甲子園のエンディングテーマ、
ということで創生から来ております。送りバンドさんから癒される曲、あたりこうすけの花です。よろしくお願いします。そして、そのポケット涙雪、涙雪ってそのまま読んでいいんですかね。リクエスト癒しというか切ない曲です。よろしくお願いします。先ほどの続き、スタジオには三河健一郎さん、まーちゃん、ロビンソワ院長、はじめまん先生、そしてミスタースティービーさんが遠くで荒らしてます。ミスタースティービーさん来たら荒れるでしょうね。あ、かちゃんさん、たけくんさん、たけさん、こんばんは。いらっしゃい。いらっしゃいませ、こんばんは。あ、でも教えてください。今日は癒される曲です。あ、みちおとさん、先週ね、お忙しかったのかな、うん、お忙しかったと思いますよ。こんばんは、この前はありがとうございました。今日は仕事早めに上がりました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いいたします。あ、シプリムさん、まだ大丈夫みたいですね。ピーター・セテラW、 あ、ピーター・セテラでいいですね。A マイグラントでいいのかな、アミーグラントの、あ、エイミーグラント、失礼しました。エイミーグラント、 The next time I fall、 The next time I fall、 どこまで行きましたか、ね、30秒です。30秒、もう電池が切れそうで聞けるか分かりませんが、アーカイブでチェックします。母校が天竜を出して開発に出場したで。そうなんですよね、延長11回ね、うん、残り20秒です。すごいことですよ、本当に。教えんのね、うん、マイクあげます。はい、ということでお聞きいただいたのは、今日も多分おかしな銀のトロンボーンさんからのリクエスト、ランディ・クロフォードさんのアルマス・スイート・ラブを聴きいただきました、うん、ね、すごいなんか切ないね、うん、でも素敵な曲ですよね。素敵な曲ですね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。癒されました。はい、そしてね、続々とリクエスト、皆さんから、入ってきておりますけれどもね、はい、その中にですね、うん、ちょっとね、ちょっとテーマと全然変わりますけれども、はい、甲子園ネタが、あ、そうですね、ございます、はい、ね、なんと、そう、なんとちょっとストリーム総裁ね、母校が天理を倒して甲子園出場したでということで、うん、ね、おめでとうございます。おめでとうございます、うん、ね、そう、そうなんですよ。去年はね、決勝で確かね、天理高校に、ま、負けちゃったみたいなんですよね。お、じゃあ、うん、前回の屈辱を今回は果たしたと。そう、雪辱、雪辱だね、ね、うん、果たして今年はね、うん、甲子園出場ということで素晴らしい。もうまたね、うん、甲子園どこまで今度は勝ち上がっていけるか、ね、ね、応援します。はい、みんなで応援していきたいと思います。、ね、よろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、続きまして、まあ、どうでしょうね、キャンさん、どの辺行けますか。メールでないのであれば、あ、メールでのやつは行けます。はい、準備しております。了解です。でも CM 明けの方がいいかなと思ったの で、ね、はい、これ総裁ですかね、始まりの時間、西浦達夫さんの、はい、はい、こちらは用意できております。あ、はい、ではお聞きください。モカさん、なかなか。モカさん、いいですね。イーグルスのデスペラーに入りました。うん、あとですね、はい、あたりこうすけさんの花、はい、そのポケットの涙雪、大丈夫です。はい、はい、ちょっと、で、明日への手紙はメールの方ですね。どれかな、あたりこうすけさんの花、書いてないね。誰からのあれですか、どなた、ちょっと待って、
これさ、今もうコメント入ったら一番トップに戻るようになってるから、うん、だから読んだ時にもそのまま書いてもらわないとかなり厳しい。あ、送りバントさん、送りバントさん。最初だ。じゃあ、お願いします。メニューコースケ。あたりコース。なんか。あ。さんの、あたりコースケさんの。花。花。錦野真紀さん、ポテニコイン&お茶箱、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。今日のテーマ、癒される曲リクエスト、エンヤオンリータイム。キャン君よろしくお願いします。はい、これ D が喜びそうだな。僕も大好きですね。カッチャンさん、カッチャンさん、エンヤオンリータイム。一応つなので来てない。まだまだ来てないですね。で、俺が奈良大附属の4番打者に返り咲き、全国制覇する。明日から甲子園に向けて近くのバッティングセンターで練習するって。もう貸し切りで練習してそうですね、その際ね。ね。西京さん、お茶箱ありがとうございます。ね。妄想甲子園で全国制覇。何いい。かちゃんさんと同じく円谷のオンリータイムいいと思います。あ、みちおさん、うん、負けてるんじゃないか。お前もしもし悲願の更新試合の映像がいっぱい上がってる。三重県の白山高校が初出場したり、Tシャツ、Tシャツ当たれ。あるんですね。なんかあるんでしょうね、これね。そういうの嬉しいんじゃないですか。やっぱ。と、あの打たせてれば変えたんですよね。うん。あ、その先ですよ。海軍。The next time I fall ですよ。The next time I fall。これが曲名でございます。Next time I fall F-A-L Fall でございます。はい、今ほぼほぼ準備できてます。ありがとうございます。今年の夏の甲子園は、見どころ満載、大阪桐蔭強すぎる。そう、決勝戦で24点。大学院大附属だったかな。うん、あ、正さんいらっしゃいまして、笠田健さん、ギャグ君こんばんは。こんばんは。最終の土曜日にブエノチキン名古屋で食べてきましたよ。ブエノチキン名古屋に進出してるの。他の友達もやってるんですけど、ブエノチキン。そう、うん、はい、じゃあ間もなく曲が終了します。はい、これ何やったっけ。総裁の、うん、はい、西村達夫さんの始まりの瞬間です。あ、サブタイトル始まりの時です。はい、じゃあ参ります。はい、ということで、総裁からのリクエスト、西浦達夫さん始まりの時、ね、お聞きいただきました。ね、はい、さあ、そのたくさん入ってますんで、もう続々行きたいと思います。です、ね。それではですね、次はシュプリームさん聞けるかな。シュプリームさんからリクエストがありました。ピーター・セテラー、そしてエイミー・グランドで、The Next Time I Fall、 こちらお聞きいただきたいと思います。ちょっとあれ書いていい。これ挟まってる、あれの下に。あ、そう。うん、どうぞ。
797これあ、これを、はい、お借りしていいですか。はい、ありがとうございます。あ、そういう、そう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 、これをこう置いたらちょっとあれかなと。薄すぎるね。逆に向こうに、あ、こっちにね、こっち側にってことですね。そうです、はい、いかがでしょうか。かぶってますかっこいいんだよね。うん、あの、まあ、デュエットっていうかハモリになってもね、うん、シャレですよね。ね、実は俺高校時代の夏の大会打率は6割6分、ホームラン5本。すごい。大会屈指の強打者の一人と解説者に言われた。奈良大附属は毎年超強打強力打線、去年は惜しくも決勝で天理に敗北、6回目の決勝でやっと甲子園もうやっぱ思いが違いますよね。ね、うん、甲子園のホームラン5本。あ、甲子園じゃない、夏の大会ホームラン5本ですよ。自分も野球やると実は自信があるのがバッティングです体細いんで、うん、大体ピッチャーが余裕するんですけど、うんうんうん、あの下半身やっぱり人より強いんで、うん、割と飛距離出るんですよ。いいなぁ。で足も走れるんで、一回内野安打打ったことあります、草野球。キャンさん早そうだもんね、やっぱね。もう実際そうだけど見た目から早そうだもん。いや、総裁野球誘ってください。ですよね。なんかね、最近ね、とってもスポーツしたくてうずうずしてるんですよ。ああ、そうなんですよ、自分も、うん、ね、この間ね、バッティングセンターやったら体が全然ついていきませんでした。気持ちとは裏腹。曲が終わりそうですね。はい、じゃあマイク上げます。はい、ということでシュプリームさんからリクエストいただきました、ピーター・セテラー、エイミー・グラント The Next Time I Fall、お聴きいただきました。皆さんやっぱりいい曲リクエストきます ね、うん、さあちょっとどうしようかな、ね、この BGM、 キャンさんなんていう曲ですか。これはですね、祈りという曲です。はあ、多分韓国の曲でしたかね。へー、なんか、ね、ヤシ系のあのフィールというアルバムに収録されてる。フィールにね、しかも第1弾バージョンに入ってますね。はいはい、もう出だしの時のやつですね。はい、あ、そういうことか、ね、フィールもね、だいぶね、あの枚数増えてますからね、うん、そうそうそう、まあ、今日はね、癒し系というか、うん、癒される曲ということでリクエストテーマをお送りしておりますけれども、はい、さあこの辺でですね、人生送りバントさんからリクエストありました。あたりこうすけさん、花、お聞きいただこうかと思います。というかですよ、私仕事ですが、今週の8月4日で41歳児になります。そうなんですね。同い年なんですね、あなたと。はい、お、本当だね。おさやさん、あの
これからもよろしくお願いします。ふつつかものではございますが同い年でした。そして総裁の奥様と一緒の誕生日、同じ誕生日、うん、で道太田さんからね、グレイのハウエバーはどうでしょうかって来ております。あ、マジか。この曲の後、そのまま CM 入ります。うん、お願いします。このね、残り時間の7分43秒とかっていうのにね、いつも騙されるんですよ、前半はね。一回 CM を消化しないと、分かんなくなりますからね、うん、そうなんですよ。その CM 後がめちゃくちゃ短いっていう話になるからね。マジマジ、お誕生日会しなくっちゃって。お誕生日会しなくっちゃ。あ、ね、あ、もうあったね。エンヤ大好きですよ。今までのガチでエンヤ好きです。出会ったことがないです。あの、 B のガチは本当にガチだから怖いよ。ドリフのエンヤ怖い。怖いんだ、怖いやろって。あれをガチで好きな人は何かいますけどね。かっちゃんさん、2曲目流せないかもしれないけど、もう1曲。これ林部でさんでいいですか、ともふみさん、会いたい、よろしくです。えんやはええんやで。母さんも同じ年なんですね。これからもよろしくお願いします。もう本当よろしくお願いいたします。でもこういうふうにコメントしてもらわないと分かんないもんね。そうですよ。これでね、まさやさんがもし部活がハンドボールとかだったらね、うん、もっと大変だね。どっかで試合してるかもしれませんからね。あ、小田さんの言葉にできない、どうでしょうか。あ、小田和正さんね、この間ね、ライブがありましたね、うん、沖縄、あれどこだったんやん、誰だっけ、行ってきたって言った。チュナチュンの D が必死で関西弁でコメントしてますから、皆さん激しくツッコミしてあげてください。えんやはえんやで、みんな放置だからね。完全無視。え、年下なんですか。私、私43だ。あ、2個上だ。あ、でもね、そんなに変わらないですからね。もう学生の時はね、うん、高校1年生の時、高校3年生の先輩とかだったらね、うん、とっても上の人ですけどね。そうですね、雲の上の存在ですけどね。なんかもうすぐ大人になる人だみたいな感じですよね。そこまでそんな勢いですよ。だから中学卒業したばっかりですからね、高校なんで。そうだね、うん、そんな勢いですよ。高校の間の3年間ってすごい変わりますからね。変わるね。中学校もそうだけどね。はい、でも高1の時から学校の先生と勘違いされてた僕はどうなんでしょう。それはね、いいことだと思います。他校の生徒に、あれ、いや、あの、そっちの子もなんかすごい元気だねって言われて、あ、同級生だよ。って目の前転げてたんですよ。なんか面白そうな話してたなって聞いたら、あんたの話だよって言われました。D は放置すると死にますって。そう、出てこなくなる。はい、じゃあ CM 入りまーす。はい。死にます、死にます。ちょっとそれ言うのは、40代リスナーの花園番組です。D はもうそろそろ、ね、米寿を迎えそうな感じですよ。あ、ゆのかさん、いらっしゃいませ。こんばんは。今日は真面目に仕事してるので、リアルタイムコメントできません。あ、なるで聞きます。いえ、お金もありません。ありがとうございます。ありがとうございます。確かに、めっちゃ関西弁やん。月曜日クリパントさん、来ましたね。ブルガリさんのスマホ。大吉さんはまだご意識もなかったですよね。あ、ありました。
って。あ、大吉さんはそうですね、まだです。ないですよね。ラス吉さんはメールであったんで。仕方ないです。夏なので虫が多いので。どういうこと？無視すると死にますってやつ。ああ。解説が必要ですね。ね。マサヤンさんのところ、これリクエスト曲じゃないのこれね。そう。あ、違う違うか、バツで。誕生日ソングいいのないですか？はい、バースデーソングいいのないですか？いいのですか？ありますよ。バースデーソングから入ります。次もうお二人も誕生日がいらっしゃいますから、じゃあバースデーソングいいのこれ癒し系にもつながるいい曲があるんで、じゃあもうね、一発目それを言ってからのメッセージに行きましょうか。はい、はい、じゃあ5秒前です、はい、久保田久美ファンさん、いらっしゃい、はい、ごめんなさい、ね、はい、まあ8月に入ってすぐお二人も誕生日がいらっしゃるということで、ね、急遽ですね、まあ、キャンさんからね、癒し系のバースデーソング、選んでいただきました、はい、それではお聴きください。さんこの真ん中ぐらいで、はい、マサヤさんとで名前とでおめでとうございますやって、で曲の紹介してもらって、またちょっと上げてもらっていいですか？わかりました。真ん中ぐらいで、はい、マサヤさんと、これは僕の方で、は言うのはおめでとうございますが僕が言います。曲の紹介を、はい、でその終わった後に曲紹介、はい、で今サビが終わるので、はい、マイクあげますね。さあということで、ね、8月入ってすぐお誕生日の熊本バッテン龍神雅也さん、はい、そして、総裁の奥様、うん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。はい、はい、今お流ししているバースデーソングはですね、天井地器でヒアです。どうぞごゆっくりお聴きください。皆さんいらっしゃいませ。そしてキューティーハニーよろしくお願いします癒される曲、癒される曲キューティーハニー、聞いてる、よかったっす ね、 ね、ありがとうございます。いえいえ、選曲がいいね、うん、やっぱセンスがね、うん、俺たちは絶対トラディショナルかけるまあ、ありきたりだったらモンパチとか、うんうんうん、ドリカムとかね、よく流れるじゃないですか、うん、だから自分はちょっと
一応 DJ としてやっぱそれ以外の選択肢もと思って、さすがこの曲と、あとあれですね、ケイティ・ペリーのバースデーとか用意したりとかします。キャンさんのあのあれをコピーしてもらいたいなありがとうございます。もう一生懸命聞かんといけん僕も。はい、じゃあマイクあげますね。はい、お聴きいただいたのは天井敷でヒアーでした。ね、癒されるバースデーソングでございました、うん、そしてツイキャスには癒される曲、北島三郎予作癒されるやろ来てますけど、はい、予作は気を切りますからね。そうですよ、気を切りますからね、うん、ちょっと待って、その先は気を切る、ツリーじゃなくて、え、ごめん、ちょっとついてけませんでしたね、はい、はい、そして、もしかしてこれバックで流れているのは何でしょうね、さあちょっと待ってください、今メッセージがね、来てますんで、そちらをね行きたいと思います。はい、菅さん、タッキーさん、キャンディーさん、こんばんは。こんばんは。今日は癒しの曲がテーマということでしたが、手嶋葵さんの明日への手紙をお願いします。ジブリの映画の曲で知って以来、どの曲もめちゃくちゃ盛り上がるわけじゃないけど、彼女の歌声にほっと癒されてます。毎日暑くてなんだかバテ気味なので、今日はいろんな曲を聴いて癒されたいと思います。ちなみにターキーさんの笑い声にいつもなんだかほっと癒されてます。私のメールで笑うことはないとは思いますが、そんなことないですよ。リスナーさんの楽しいやり取りで、またターキーさんの笑い声が聞けますように。ありがとうございます。ということで、ラスキチさんからリクエストをいただきました。手嶋葵さんの明日への手紙、お聞きください。昨日だったな、おとといだったな。普通下がってた、うん、ちょうど、ね、手嶋葵さんのことが、テルーの曲があった、テルーの、うん、を春風の久美子さんに歌ってもらったらめっちゃいいんじゃないかと思ったんですよ。そう、それはね勝手に妄想してましたね。妄想できない、うん、10年ぐらい前は宮城真理ちゃんが歌ってたじゃないですか。おーモッツでいつもテルーの歌、そうそうそう、うん、うん、だから最近ね、そのハルカさん、ちなみに今あの流してた BGM なんですけど、あのタイムマシンって映画 の、うん、あのサントラでエロイっていう歌です。エロイ、エロイ、実はあのタイムマシンで未来に行って、あの退化した人間のエロイ族っていうのがあって、うん、そこに主人公が感化されて味方してっていうストーリーなので、その民族の曲だからこんな雰囲気なんです。おすすめです。タイムマシン結構あの BGM があるんで。あ、そうなんだ、はい、了解。それで僕は結構あれですね、ずっとこの曲10年ぐらい探して、やっと手に入れた感じです。タイムマシン聞きましたか。ごめん、あ、癒されてたから。ですよね。癒されててくださいもん。がっつり癒されて。タキさんのパンパカパーンに癒されます。マジか。すいません。エロイ族の酋長はブルガリさんやろ。よさくわびさびあるにゃ。人それぞれ癒されるにも違いがありますからね。でも先ほどのね、天井敷、韓国人女性4人組と日本人ラッパー2人っていう、そうですね、なんか異色のコラボレーションって感じですよね、うんうん、よかったんですけどね、案外流行らなかったんですよね。なんでだろうね。僕もさっきのバースデーソング、いろんなところ結構ね、あのどこだかな、タイガーで聴いたのかな、結構有名な曲ではある、ね、このグループの代表曲なので、うん、
割と売れたんですけど、うん、でもその期間があまりにも短かったんで、だから結構知ってる人は知ってる、知らない人は知らないっていう感じで結構使いやすいんですよ、うんうんうん、私。ああそうだね、逆にね、はい、どうせいい曲だもんね。知ってる人からしたら、あ、この曲流してくれるんだって反応されるし、うんうん、知らない人からしたら、あれいい曲だけどなんか、いや、あんまり普段使われてないバースデーソングだなって感じです、うんうん、なんていう曲だろうぐらいの勢いになるのかな。だから特別に使ってもらってる感が出るんで、だからどっちに流しても、うん、なんかどちらにもね、受けるという受ける感じですね。さすが DJ ですね。ありがとうございます。こういう分析が好きなのでいつも。さすがでございます。テレシ君 PV もいいし、ライブでも歌唱力ある。抜けていく感じがいいんですよね、うん、笛みたいな感じなんですよ、うんうんうん、やっぱ声は楽器ですよ。ラジオはマニアックでいい曲を流すのに存在意義があるので、あー、うん、そうせなんかこんなひげ生やしそうあるので、あーみたいな。ちゃんと R ならできないんだよ。みーあーって。そうそうそう。では間もなく曲が終わりますね。はい。どこでもさっき島尾さん、あずきさんがね、とメッセージを先に読みましょうね。もう残り13分。早い。早い。ラスキチさんからリクエストいただきました。手島葵さんで明日への手紙お聞きいただきました。いい声ですよ ね本当にね、癒されますね。さあ、そしてですね、メッセージもう一つ来ておりますので読ませていただきたいと思います。総裁菅さん、ターキーさん、キャン君、改めてこんばんは。こんばんみ。ついにイヤホンの電池が切れてしまい、まだ早い時間で人が少ないとはいえ、大音量で音楽が流れているクラブでは全くラジオの音を聞くことができず最悪です。この1週間はほぼ毎日夜な夜な渋谷や六本木のクラブに出かけていて、体内時計と耳の鼓膜がおかしくなっています。やはりジョットストリームはのんびり部屋で聞きたいと思いますので、来週は番章を折り合わせて、ヤーグマイします。ではでは放送頑張ってください。追伸リスナープレゼントでいただいた青森、美味しくいただいております。ありがとうございました。ということでね、原宿の東急プラザ表参道からの今日の夕日ですということで夕日の写真いただきました。おお、すごい綺麗ですね。ねえ、うん、そして多分隣はクラブの写真ですかね。遊びに行きたい。ねえ、もう合わしたい。満喫されておりますね。さあ、そしてですね、もうたくさんね、リクエスト来ておりますので、行きたいと思います。これはね、かっちゃんさん、そしてみちおたさんからリクエストいただきました。えんや、あれいっぱい入ってるな。あ、ごめんなさい。えんや、オンリータイム、お聴きください。一番最初に日本の…でヒットした曲ですかね、これね。そうですね、オンリータイムは多分一番ヒットですよ、最初だと思います。これと、オリノコフローとか、あの辺ですよね。はい、ワイルドチャイルドとか。ああ、そっかそっか。僕的には、ブックオブデイズが一番好きです。あは、またマニアックなところ言いますね、お兄さん。いや、でも理由がありまして、高校3年生の時に、陸上の南九州大会にやっと出場ができて、九州大会行った時、熊本だったんですけど、会場は表彰曲がなんと、エンヤのブックオブデイズ、うん、めちゃくちゃ感動しましたね。特賞歌じゃない、エンヤが流れる表彰式。おー、もうそこでしたね。タイムキーパーから指令でございます、はい。来週8月7日のお台場、そして今日のリクエスト賞の選考お願いします。ありがとうございます。ありがたいね、10分でも。うん、そうなんです。そうすればごくたまにいいこと言うときあるにゃん。大輝さんめっちゃ辛口ですね。
ね、いいですね。もうこのリスナーさん同士の掛け合いを見てるのが楽しいですね。みんなこうやって。モカさんからも最初から、ね、来てるね。これディスプラザ、うん、最後あ、歌ったら歌ったらってそういう問題かじゃあキャンさん、エンヤ行って、はい、次ですね、あのブルガリさんからのソナーポケットの涙雪、はい、これ一緒に行ってもらっていいですか。続けて、続けて、はい、わかりました。1、2、3、4、5、これなのですね。エンヤは早いので、はい、で4分ぐらいは余りそうです。あ、4分もないか。でデスペラードは、デスペラード長いでしょ。デスペラードは3分34秒です。3分34秒。ソナーポケットは、ソナーポケット4分31秒です。どっちがいい？デスペラード先に行こう。デスペラード先がいいかもしれないですね。うん、ごめんなさい。デスペラードから先に行きましょう。はい。あ、であれはデスペラード、俺が歌うから長いんだよ。いや、そうなの？通常よりもゆっくりだから。あ、スモさんに言われた、テンポ60でよく歌えるねレスペラードが終わったら BGM でキューティーハニー、わかりました。多分それぐらいの時間しかないでしょう。そうですね、そうです。これから3分行って、はい、出るとですもんね。そうです、そうです。でデスペラードがやって、なので、今多分イーグルスから行ったら4分余りになるので、ですよね、はい、で最後涙雪、はい、でもう完全締めですね、はい、はい、じゃあ繋ぎます、はい、ああ、これ聞くとこのまま終わってしまいそうなんですよ、ね、これで終わるとみんなこのまま終わってしまいそうな感じになりますよね。ちょっと元気に終わりましょう。デスペラーでいいですもんね。大好きなんですよね。まさに癒しですよね。ね、来週のテーマっていかがでします？来週花火、花火、中本浩二、加藤ちゃん、志村けん、高木風、そんな感じでしたっけ？どっこいどっこい講話書じゃなかったそれは違うと思いますよ昔全国の中本さんはあだ名は浩二だったね間違いないでしょう ね雰囲気が大事です雰囲気が大事です。中本浩二の両親は沖縄からの上京者、中本浩二と天皇陛下は確か同じ学習院大学出身、ね、中本浩二さんって実はすごいんですよねすごいというか、まあ、ほらあんまり志村けんさんとか社長、加藤ちゃんとかみたいに前に出ない人たちだったじゃないですか、うん、高木ブーさんと中本浩二さんで、高木ブーさんはね、あのハワイアンの方ではねまたあれですし、あ、例のものありがとうございます。緑茶割りにしてありがとうございますが、めちゃくちゃ美味しいです、いつもありがとうございます、ね、デスペラード、どっから出てきた？ただいま、おかえり、
ということで、モカさんから、リクエストいただきました。イーグルスのデスペラード、うん、ね、そうそうそう、あなたの大好きな、はい、私大好きでございます。さあ、そしてね、今日もね、もう残り4分を切りました、なので、来週のテーマ、はい、はい、もう8月突入しますからね今言えてました、突入しますからね、はい来週のテーマは、うん、花火、花火、はい、花火じゃないね、花火じゃないですよ、花火です、はい、にしたいと思います。よろしくお願いします。花火に関することね、花火を思い出す曲、何でも構いません、お待ちしております。そして、今週のリクエストショーの発表です。パンパカポーン、パーパーパーパンパカポーン。あなたが笑っちゃダメでしょ。ダメだね。いや、さっきね、うん、まあいいや、うん、時間もないし。そうですね。はい、今週のリクエストショーは人生送りバントさん。あ、おめでとうございます。ね、はい、でございます。ね、皆さんどんどん頑張って、リクエスト賞選ばれて総裁から3万円もぎ取っていってください。もぎ取って、はい、さあ、それでは来週のテーマは花火ということで、来週もですね、皆さんからの、リクエストメッセージお待ちしております。それでは、今週もですね、人生送りバントさん、モカさん、ブルガリさん、シュプリームさん、ちょっとストリーム総裁、正勝宮城さん、野の中の銀のおたるさん、 D 猫の大吉さん、かっちゃんさん、みちおたさん、錦のまきさん、熊本パッティン龍神まさやさん、高田組ファンさん、ラスキチさん、皆さんリクエストメッセージありがとうございました。そして今日最後の曲はですね、ブルガリさんからリクエストありました、ソナーポケットの涙雪、お聴きいただきたいと思います。めいちゃんさん、ごめん、めいちゃんさんのメール、あ、ただめいちゃんさんの曲は流れてます。明日への手紙、ああ。あれ、これ違う、あ、違う、これじゃない、じゃあちょっと早めに提供読み兼ねて行きましょうか。はい、じゃあマイクあげまーす。ちょっとストリーム、この番組は株式会社チュラの光、カーショップ ABS、 上村酒造小酒蔵、アクアリウム喫茶ジバンシー、アメク訪問介護センター、以上のスポンサーの提供でお送りいたしました。そしてですね、進撃のめいちゃんさんからですね、来週のリクエストテーマについているね、あったんですけれども、ごめんなさい、読めなくて、来週またですね、こちらの、テーマ、ね、採用させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ね、かさん、たけさん、きゃさん、こんばんは。今日はイエスと思いますね。今日はイエスアレこれ、ラスキさん、あれ、いや違うよ、メンチャーさん、アンリーね、やっぱキャンさん調整に行ってきて、来週からリクエストの皆さんで今日レッスンになった曲に激しさを増すけど、来週の新曲のダンス EDM でリクエストを、はい、その放送終了しました。はい、ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。最後のちょっとすみません、お疲れ様でした。
舐めるあ、元さん、ありがとうございます。ね、安定です。癒されてます。さん、任せて、凛介さんのバンドでギターをしてました。すごい。朝活にはね、すごいな。